アンチとは参加者全員から集める少額の強制参加費です。カードが配られる前に集めます。この集められたチップはそのゲームで1位になった人がもらえます。アンティはプレイヤーが消極的になるのを防ぎ、ゲームをより活発にします。特にトーナメントスタイルのポーカーでは、アンティは時間とともに増えるので、フォールドをするプレイヤーは減り、一方でベットやレイズをするプレイヤーが増えていきます。では実際に強制参加費アンティはどこを見ればわかるのか確認していきましょう。またトーナメントでアンティが変わることによって、プレイヤーのアクションがどのように変わっていくのかも確認します。ポーカーチェイスのリング戦の場合、左上を見てください。アンティは0となっています。なので、強制参加費はありません。スモールブラインドとビッグブラインドのポジションになった時のみ強制参加費を支払う必要があります。こちら、M ホールデムのトーナメントになります。上の画面を見ると、スモールブラインド、ビッグブラウンド、ビッグブラインド、アンティがわかります。スモールブラインド1000、ビッグブラインド2000、アンティが500です。これもトーナメントが始まって多分20分以上経過してるんで、すでに参加費、強制参加費は高くなってます。さあ、プレイヤーのアクションを確認していきましょう。まだまだ慎重にプレイする人もいるんじゃないんでしょうか。このようにね、カードがあまり良くなければフォールドを使う人もたくさんいます。では、さらに強制参加費が上がっていくと、プレイヤーの皆さんどのように行動するのかちょっと見ていきましょう。さらに15分ほど経過したでしょうか。もうアンティ、スモールブラインド、ビッグブラインド、大変なことになってます。俺ももう、チップがないのでオールインするしかありません。ここは運よく勝つことができました。さあ、ここで他のプレイヤーのアクションも見ていきましょう。このように強制参加費が高くなってくると、皆さんオールインをたくさん利用するようになってきます。もう参加した時はね、一気にチップが減っちゃうんで、もう大きく勝負するしかないです。見てください、オールイン使う人がいました。そしてまた他のプレイヤーもオールインしています。こんな感じでアンティの額が上がってくると、皆さん積極的にベット、レイズ、オールインを使うようになっていきます。